こんにちは、待ってました。こんにちは、ありがとうございます。イエーイ、テンション上げていきましょうよいしょ。雰囲気変わるね。変わりますか？ポニーテール、ちょっと後ろ巻く時間なかったんですよ。こっちも可愛いです。どっちの方が好きですかそう、なんかでもね、首あるキャツ着てるからね、なんかこう、なんて言うんですか、首だけめちゃくちゃ浮いて見えるなと思って。あ、待って、危な倒れかけた。よいしょ、 OK。 めっちゃ雰囲気変わりますか？久しぶりにくくったかも。こんにちは、男さん、こんにちは。めっちゃあれですよね、カウントしてくださってましたよね、ありがとうございます。どう、顔のコンディションちょっとマシになった気がしてるんですけど、やっぱあれですかね、朝というか昼間ダメなんですかね。ちょっとくるくるにしてみました、この辺を。そう、くるくる。おつかめ、中友さん、ありがとうございます。ヤッホーヤッホーやって、ヤッホー。ちょっと待って、思った、私ちょっと思った、ちょっと待ってよ、一瞬鏡見ていいですか？ OK、 大丈夫。あっなんでやろ、めっちゃ倒れる。ほんでなんかさ、瞬発力ついたかも。カメラ倒れる時のさ、あのさ、倒れへんようにさ、こうやって持つ瞬発力ついたかもちょっとなんで倒れるんや、倒れんとって、どうやって倒れへんくなる。はい、止まって。なんかバランスめっちゃ悪いんですよね。なんで？オッケー。なんかだって浮いてるもん。よし。よし。よし。オッケー。オッケー。できた。イエーイ。ちょっと納得する感じの顔のコンディションになって、ちょっとテンション高いです。イエーイ。こういう感じ。イエーイ。さあ、テンション高い、上がってきた。うーん、嬉しいですねいつみちゃん、りおさんおー、いい仕事してますね。いい仕事してますか？ちゃんとちゃんとさ、こう受け止めれるさ、瞬発力身につけたレベル上がった。そうなんですよね。いいね、可愛いし美人、とんでもないですテンション上げ上げだねって。そう、上げていきましょう。今日ちょっと夜できない分ね、ちょっと今日この枠に全身全霊のテンションを込めたいと思います何言ってるんやろサンシャインいつみさんいいしか合ってへんわね、いいしか合ってないですよあ、なんか暑い。そう、クーラーつけてた。本当ちょうどなんですよ。そう、うん、何について喋ろうかな。順位もフォローもアップしてるし、いい感じ。え、ほんまに？いや、ほんまや、ありがとうございますね。ほんまに励みになります。順位関係ないとはいえね、やっぱりね、順位とかフォローの数が特に嬉しいなと思います。とても。え、めっちゃさ、さっきの顔と今の顔の方が良くないですか？別にな、なんかちょっとあの、何、化粧をこう付け足しただけなんですけど、あんまりテンション高い。イエーイ、めっちゃ気合張ってる。そう、ちょっと気合しかないですねえへへやってイエーイ。ちょっとテンションほんまに高すぎて、ちょっと何から喋ったらいいか分かんないんですけど、自己紹介したいと思います。イエーイ。はじめましての方もよかったら、何分から始めたか見てくださいね星集めに来た方もよかったら自己紹介だけでも聞いていってください。はいはい、とか言って53番のいつみちゃんです。5つと3つでいつみです。はい、で20歳で155cm、大阪出身です。そう、ちょ、髪の毛後ろ負けてないんですよ、ちょっとあんまり見ないで見といてください。で、特技は近所の人とかに挨拶することで、と耳動かせます
ここ見えますか？そうと、あとここに物を挟めます。落ちた。はい、っていう感じです。よかったらゆっくり見ていってくださいねって。テンション高くいきますよって。あ、大学生です。それ書こうか、書きましょうか。書いた方がいいですよね。書いときます。大学生、そう、それ書いた方がいいですね。ここにちっちゃく書こうかな、見えへんかな。そうです、大学生です。そうなんですよ、そう、大学生です。一応参考にはなるらしいけど、配信ね、よくあんまり分かんないんですけど。初見でしゅ、でしゅ、ゆきみちゃんさん、ありがとうございます。はじめまして、はじめまして、ゆきみちゃんさん、ゆきみちゃんさん、覚えた、フォローしたでしゅ。嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい。そう、怪物くんさん、はじめましてかな、はじめまして。超向きさんも、はじめまして、はじめまして、はじめまして。めっちゃ多くないですか、テンション上がる、るんですけど。嬉しい、なんかはじめましてやっぱり嬉しくないですか。そう、なんかもちろん、なんかこの話ね、ずっと ね、いつもしちゃうんですけどね、なんかね、こういつも見てくれてる人も、見てくれてはる人ももちろん嬉しいんですよ。はい、なんか安心感ある、すごい、なんか今日も見てくれたっていう安心感あるし、なんかなんて言うんやろ、こう、え、はじめましてやと思ったらさ、はじめましてじゃないですか。ん、なんか日本語喋れてますか、なんて言うん、はじめましての人も見に来てくれてるんやなっていう嬉しさがあるし、どっちも嬉しいです。大阪で大学って大変だね。そうですかね、そんなに大変、大変かな、どうなりますかね。ポニーテール意外と好評かな、あんまり、どこやどこやどこや、やばかわいいです。ありがとうございます。とんでもない、とんでもないですよ、とんでもない。大学3年生です。やっぱあれですね、幅広い方が見てくださってる。さっきだって16歳の方いたり、高校生の方いたり、社会人の方いたりね、すごい、今から残業って言い張る人もいたりね、いろいろ、すごい嬉しいですね。見て、急ぎんちゃく。ポニテ釣りぼり成功。そうですか。ポニーテールと下ろしてるのどっちがいいと思いますか。見てください、なんて言うんですか、初めましての方はこれが初めましてやと思うんですけど、どっちも見たことある方、どっちの方が好きですか。これない方がいい？それはいるな、これいるな。なんかでも巻き方なんか気持ち悪いな、まあいいか。バリバリ関西弁です。そう、関西弁です。でもなんかね、配信してるとね、なんて言うんですか、なんか標準語混ざっちゃうんですよ。なんか他の方が標準語、関東弁で喋ってはるから、めっちゃこう映る、なんか、映っちゃうんですよね。新井さん感強めですね。怪物くんさん、そう、ちょっと待って、やばいやばいやばい、なんかさ、めっちゃコメントくれるじゃないですか、嬉しい、ニヤニヤする。ちょっと、もうちょっとコメント飛ばしちゃったらごめんなさいね。新井さんの名前出してくれはる方多くて、もう恐れ多いです。とんでもない、もうとんでもない、ほんまに恐れ多い、ほんまにね。これから大阪で学生で名古屋で活動って考えて大変だねということ。でも単位はでもちゃんと取ってますよ、こう見えて。ねえ、どっちでもいいです、どっちも好きなんだけど両方はダメ。そう、どっちの方がいいかな。なんかさ、やっぱさ、いいなと思ってもらえる髪型で配信したいじゃないですか。そう、どうしようかな、昨日みたいな巻き巻きか、ストレート、今日の前の配信、一個前の配信みたいな、やばい、めっちゃ揺れちゃう、まっすぐか、こういう上げてる
感じか。後ろ巻く時間なかったそう、巻き寿司食べてましたお腹空いてね、チーズケーキ食べようと思ったんですけどね、冷蔵庫開けたらね、先にな、お寿司、何巻き寿司あったんですよ。あ、こっち食べようと思って、あ、それ多分私さ、あれです、あれですやって、あの机の上にさ置いたままさ冷蔵庫入れるの忘れてた。やばいかも、やばいかな、怒られるSK 買っても名古屋に魂寄らないでね、そろそろ失礼します。覚えていただけたら嬉しいです。ゆきみさんありがとうございました。また来てください。よかったらフォローペッと押してから出てください。ありがとうございます。すごい、めっちゃ順位がすごい、ありがとうございます。もうめっちゃカウントしてくださって、お値段以上さん、春夏さん、春夏さん、カウントありがとうございます。うん、幅広い人が見てるし、幅が広い人も見てます。ほんまですかうまいうん、はじめまして、お値段以上さん、カウントもありがとうございます。はじめまして、53番の20歳 155cm、 大阪の53番です。ありがとうございます。見て、めっちゃ顔白く見える。あ、こっちの方が良くない？こうしとこうかな、ずっと。ほら、めっちゃ肌映り良くなりません？反射する、見てやばい、テンション高すぎてさ、意味わからんこといっぱい喋っちゃうまあいつもなんですけどテンション高くいきましょう。1時間半このテンションでいきますよ。ついてきてくださいね髪型がいいな、俺的には。あ、くるくるですか？くるくる好きなんですかね、皆さん。くるくるがいいですか？あんまでも私くるくる似合わんかなって個人的に思ってたから、そうやって言ってもらえて嬉しいですうわ、欲しいもん、ありがとうございます。いっぱい溜まってる。そう、でも相変わらずめっちゃ口乾燥しますね。喋ってたらさ、めっちゃさ、こう何乾燥するんですよ。そう、こうか、こう、こうか、めっちゃこう、ほら見て、光当たるんですようん、こうですね。すげえハイペース。何がですか？テンションがですか？欲しいですか？何ですかねやばい、今日なんかちょっとほんまに楽しいです。なんかいろんな方がさ来てくださってるんですよ。そう、日曜日ってやっぱり皆さん見やすいんですかね、時間ですかね、なんやろう。皆さん今何してるんですか？お家ですか？でもショールーム見るってなったら Wi-Fi あった方がね、幸せ、幸せじゃない、なんやっけ、いいですもんね。こう何、通信制限気にせず見れるじゃないですか。うん、よくお家かな。でもポケット Wi-Fi とかあったら楽やな。ポケット Wi-Fi 欲しいね。さあ何喋ろっかな。なんか何喋る、何の話がいいですかね。なんかしたい話ある方いれば、質問でも答えられる範囲で答えるので、なんかちょっと話題助けてください。なんかコメントが1個でもいただけたらお話ししやすいかなと思いますね。なんかさ、時間経ったらさ、巻き取れてきた、ここどこ汚い、なんか、何の話しようかな。初めて見てくださってる方が多いんですかね。初めて見てくださって、めっちゃ早口になっちゃう、早口じゃない、初めて見てくださってる方が多いんやったら、なんかそういう初めてなんて言うんですか、あの志望動機やとか、そういうお話したいし、あんまりそういうお話よりも普通のお話が良かったらすぐ普通のお話したいし、どっちがいいですか。何の話しよっかな。さっき巻き寿司食べたのをね、冷蔵庫にあったやつ出して、そのまま机の上に置いたのが一番今心配です そう、もう700人の方が見てくださってる、ありがとうございます。志望動機いいね、それ。志望動機じゃあ喋ります。志望、あの
今回こう SKE48 さんのオーディションを受けたきっかけを喋りたいと思います。あのいつもというか何回か見てくださってる方は話重複すると思うんですけど、あまた言ってるなぐらいで聞いていただけたらなと思います。はい、なんか落ち着きますね。そう、まず私はずっとアイドルとかモデルさんとかに憧れてて、なんか かっこいいなというか、うわ慣れたらいいのになぐらいで思ってて、でなんか私には無理やなって思ってたんですよ。でだけど何回かオーディションとか別48さんじゃないグループとかも受けさせてもらって、でもその時はやっぱり高校生とかやったんで、こうなんていうんですか、学校もダメやったんでできなくて、でも何回も諦めたんですね。なんかもう無理やなと思って、やけどなんかこうやっぱりこう大学入ってからいろいろな勉強やったりいろんな資格の勉強やったりしてたんですけど、なんかその勉強が嫌とかじゃなくて、シンプルになんかこういつもうわなんかやっぱりアイドルやりたかったなっていうのがこうよぎってて、でこうそう思ってた時に友達にそのこと相談したら、なんかそんなにやりたいのになんでやらへんのって言われて、やったらいいやんって言われて、確かにそうやなと思って、なんかこうめちゃくちゃこうなんて言うんですか、中二病っぽい言い方になるんですけど、こう一生一回しかないのにやりたいことやらんのはちゃうなと思って思った時に、ちょうどこうオーディション見つけたのがこの SKE48 さんのこのオーディションでっていう理由が一つ、まずと声の声だと、そうなんか昔から自分のことがすごい全部コンプレックスやって、そうなんですよ、コンプレックスで自分の性格とかもよく変わってるなって言われることが多くって、でなんか普通の子羨ましいなってずっと思ってたんですけど、でもなんかある時にこうその変わった性格を面白いって言ってくださる方がいて、であこれって面白いと思ってもいただけるんやと思って、でなんかそれやったらこうプラスに生かしたいなと思ったのがもう一つの理由で、そうなんですよねっていう感じなんですけど、話まとまらないんですけど伝わりましたか。そう、そういう二つの理由があってオーディション受けさせていただきましたって感じです。なんか真面目な話するのなんか緊張しますね。うん、その気持ち超クールだと思う、こんなマーク。ありがとうございます。コンプレックスなところこそかな、個性、そうなんですよね、そう生かしたいなと思って、こうなんか喋ってる感じとかも多分ちょっとなんかね変なんですよ、こうなんか自分では普通にというか、なんかいつも通り喋ってるんですけど、ちょっとねニヤニヤしちゃうし、あめっちゃ眩しい、見て夕方ですね、もう夕日が。真面目な話ありがとうね、いや聞いてくださってありがとうございます。そうっていう感じですね、志望動機。それでもオーディションとかはすごい楽しいなって思うタイプで、もちろんねちょっとね最終審査はさすがにちょっと緊張しすぎて、ちょっともう意味もう今日もねなんか緊張してね、お昼ご飯あんま食べれなかったんですよ。なんか今日そう、その話が何て言うんですか、オーディションの話をこう考えてて、オーディションの話とかに何て言うんですか、最終オーディションのことを考えてたらなんかめっちゃ緊張してきて、なんかめっちゃなんかどうしようと思って、そうなんかあんまりお昼食べれなかった。そうなんですよ、そうでもなんか二次審査は楽しかったですね。緊張はもちろんしましたし、めちゃくちゃ手も震えたし、なんか緊張したけど楽しいみたいな、なんか伝わりますかね、なんか楽しいです、楽しい、そう楽しそうでいいと思うわ、ほんまですか。そう、そんな感じです。で、そうですね、何喋ろう、わもう1000人超えてありがとうございます。この時間してる他にしてはる方いはるんかな、いやもちろんいはると思うんですけど、多いんですかね。度胸あるね、度胸ある、度胸ありますかね。でもよく言われます、その仲いい友達とかにもなんかほんまに度胸あるなみたいな、
感じでは言われます、うん、そう。そうなんですよ、楽しめるのはいいね。そう、なんか楽しいんですよね。あ、なんかついた。楽しい、楽しいなって思う。ほんまに楽しかった。いや、もうほんまに楽しかったんですよなんかこう、うん、楽しいですよ、うん、そう。なんか今日めっちゃ話詰まっちゃいますね。何喋ろう。楽しい。だってイナゴの話もだってしましたもんね。イナゴの話しましたもんね。そう、結構配信してる。ああ、そうなんですか。やっぱでもこの時間でも確かにみんなしはりそうですもんね。そっか、星集めに来てはる方もいるかな。星集めの人方星集めの方もよかったらゆっくり見てくださいねよかったらゆっくり見てくださいそう、星集めってでも大変ですよね。絶対なんかちょっとさ、ちょっとだけ見るだけじゃ止まんないじゃないですか。しばらくこうじっとしてないと止まらへんから。うーん、話詰まっちゃう。もぐもぐ配信にしたらよかったですか。でももぐもぐするもん今手元にないんですよお絵かきします。お絵かきしますか。いきなりお絵かきってでも楽しいかな。お絵かきしますか。お絵かきしますか。あんまりですか。喋りますかえ、じゃあお絵かき、お絵かき、お絵かきしますか。何かこう、何かこうかな。いいね、お絵かき。お絵かきしますか。何書きますか。お題ください。書きます。お絵かきってでも喋りながらできるかな。なんかお題ありますか。日本地図。あ、いいお題ですね。日本地図あり、めっちゃいい。え、書けるかも。え、待って、こうやって書けるかな。え、に自信はありますか。めちゃくちゃ下手ではないと思ってます。声とか聞けるかな。声見えますか。日本地図。え、まず、え、どっから書けますか。え、どっから書こう。ちょっと待ってよ。なんかね、あの、え、これどっから書いていいか分かんないですね。これさ、後ろさ、髪の毛ちょっと引っ張ってないんですよ。じゃあ引っ張ろう。髪の毛さ、後ろ何もさ、やこうね、引っ張るやつしてないからね、微妙なんですよ。忘れてた、それや、なんか足りひんと思った。引っ張ろう。日本地図、北海道から書くべきなんかな、どっから書くべきなんですかね。ちょっと髪の毛が、いや、ここ下で書いていいですか。なんか髪の毛ボサボサ、もうあかんわえ、日本地図。え、でもね、シンプルに書いたらね、こんな感じですよねシンプルすぎ。北海道の形とかだって。え、じゃあ北海道書きますね。北海道はなんかね、ちょっとね、なんかこういうやつあるんですよ。え、うまいかも。じゃあうまいかもしれへん北海道北海道こんな感じちゃいますかなんかさ、縦長すぎる。あ、そう、天気予報のやつこんな感じですよね。石川県がね、石川県、石川県はじゃあこうそう、こんな感じですか。北海道いい感じで、ちょっとね、青森がね、ちょっとこんな感じなんですよ、多分。青森こんなんですよ。青森こんなんで、え、で、こっち岩手県ですよね、多分。で、宮城があって、
ほんでこっち秋田県とかこの辺こんな感じちゃいますか。ほんでで、なんかまあこんな感じで新潟県あって、あれこんな下やっけ。じゃあ日本地図は多分ねいけますよ私。ほんで下この辺何、福島とか宮城と福島どっちが上ですかね。福島って宮城どっちやって、まあよく分からんけど、まあこの辺千葉ねえいきなりやばいねんけどねちょっと消していいですか。ちょっと多分もっとさこうや、もっとこうや、え え、こんな感じちゃいますか。秋田で新潟で、でこっち岩手福島宮城ですかね。こんな感じで、とりあえずこの辺千葉、え千葉なんか出っ張ってますよね、こんな感じで。でこの辺神奈川で静岡愛知で三重、いい感じちゃう、えいい感じちゃいますか。ほんでこの辺になんかこういうやつ、こんなやつ、なんかいきなり出っ張りすぎでかいな。石川県とかあって、でこの辺から京都、そうでこうや。なんかめっちゃ関西さ出しゃばってません。ここ名古屋です。ここなんか関西っぱりでかい関西めっちゃでかいんですけど、ちょっと主張しすぎましたね。ちょっと自分住んでるからってちょっと主張しすぎた。ちょっとちっちゃく書こう。なんかすごいすごい。ほんで兵庫県、岡山、広島あって、鳥取、島根でしょ。この辺ので山口、この辺の形こんなんめっちゃさ見てください、西ですよね。西側めっちゃさ長いめっちゃ長くないですかで四国が香川、愛媛なんかこんなで、高知、ここ何でしたっけ、徳島やで、淡路島、すごくない、すげえ。 SKE さんには珍しくチリ把握してる。 OSK には珍しい常識人、よかった。常識人だ。 SKE はお勉強方面がな、常識人ですよ。東側が消滅、ほんまですか。 SKE ではかなり上位に、石川県ここですよね。北野ルカさんに見せてあげたい、すごい素晴らしい、ほんまですか。で九州がなんか、でもさやっぱり西側めちゃくちゃ広くないですかこれめっちゃでかいと思うんですけど、なんかさだってさこれ和歌山例えばね、大阪こうとするじゃないですか。見てください、山口とかこのでかさですよ見えますか。これ大阪やとして、これ山口ですよ、やばいでしょ大きさが、まあまあ大きさはいっか、ちょっとこれ以上無理や。で九州でも難しいかも。なんか大分県で福岡、長崎と東日本を圧縮こんにちは、こんにちは、今日本地図書いてますうまいね、うまいですか。でこの辺大分でしょ、で福岡、長崎、ちゃんぽんのとこなんでしたっけ、長崎、あれなんかここにもう一個ありませんでした、なんかこんなやつ、長崎、あとこの辺にもう一個ありますよね、福井県は、福井県ってどこやっけ、石川県、福井県、福井ってこっちですか、
福井って何でしたっけ、福井って何でしたっけ。長野はこの辺、なんかこんな形、うん、長野こんな形違うっけ。あ、琵琶湖書いてない、琵琶湖書こう。岡山はこの辺です。岡山はここ、長野はこの辺。え、長崎の隣どこでしたっけ。福井県、九州、福井県分からへんねんけど。え、長崎で、え、長崎の隣ですか。福井は滋賀の上。あ、ないんか、ここか、これや、ここや。あ、分かった、なんか鍵のマークみたいなやつですよね。なんかさ、こういう形のやつ、なんていうん、こういう、なんかこう、なんて言ったらいいんですかね、ですよね、なんかこういう、なんかここ、この辺。そうか、滋賀の琵琶湖海とこ見て、琵琶湖です。この領土面積なら毛利元就天下取れたな。じゃあね、歴史苦手なんですよ。日本地図はいけます。で、この辺熊本で鹿児島ですかね。この辺なんでしたっけ。え、熊本、宮崎や、宮崎なんかこんな、え、九州めっちゃうまいかもしれないですね。九州うまくないですか。で、なんかさ、ちょっと見てあの天気予報とかでよくあるやつで、沖縄、沖縄分からへん、沖縄沖縄いきなり雑。伊藤、伊能忠敬さん、日本地図書いた人ですか。初めて地図ね、歴史無理なんですよね。新潟はあ、もっと長いんですかね。秋田県で新潟あって、もつじゃここが長いんですかね。九州めっちゃうまくないですか。見てください、上出来ですよ自分で言う沖縄、そう、沖縄こんな感じ佐渡島どこやろう、分からへん。なんかでもこの辺にも島ありますよね。で、多分この辺、なんかこの辺にもある。で、あ、この辺にいっぱいありますね、なんかイメージ、わからない島根県はここ、なんかこんな形、じゃあ逆か、え、島根県なんかこっちか、え、なんかこの辺ですよね、鳥取の隣。難しい。でも意外と描けた。次じゃあ世界地図描こうかな。世界地図描けないんですよ多分。え、これちょっと上手くない、はいはいとか言って、そう、うまくないですか。撮って撮ってください自分でちょっとスクショできないんでそう、撮ってくださいとか言ってうん、イエーイ。対馬なんていうんですか、タイに埋まって、やばい、皆さん、や、あの書いてくださるやつ全部漢字が難しすぎてちょっと読めないです。スクショします、やった。53番って見えるかなOK 対馬なんかさ、あれですよね、ここにもさ島いっぱいありますよね。なんかこんなやつ、あ、4つぐらい。対馬がこっちでしたっけ。え、なんかこれ、なんかはなんか羽星島みたいな、なんかこんな感じのやつなかったでしたっけ。北方領土、それです、それです、北方領土で
ね、どんなんやったっけ。でこっちが対馬海流みたいな、ハモマイ軍と、それです、それです。やばい、政治絡んでる、絡んでるんですかこれ。あんまり分からへんないです。やばいですかね。イヤリングして、イヤリングしてないんですよ、ピアス開いてなくて。でこっち日本海流で、めっちゃ社会の先生になれそうじゃないですかバーンされる。あんまり政治の話になってますかこれ。ここの話やめた方がいいかな。北方領土変えてない100点ですか。ここの話が良くない、いいかな。日本海流、黒潮とか。黒潮ってどの辺ですかね。この辺めっちゃ頭、今ロシアとごちゃごちゃ。あ、そうなんですか。ちょっとじゃあ消しとこう。怖い怖い、ちょっとよくわかんない話はちょっとやめとこう。めっちゃ頭、やった、日本地図はいけますね。日本地図はいける。でもね、ちょっと世界地図なんか、あの小学生レベルまでしかできないです、多分中2ぐらいまでの勉強しか。そうだね、北方領土避けて、避けました。ちょっと関西人なのに尊敬するお褒めですか。じゃあ次世界地図いきますかね。あの世界地図多分ほんまにできないんですよ学力企画来ますかね。やった、十分素晴らしい、やった。対馬、八ヶ岳、八ヶ島、九州いつも忘れられるから嬉しい。新潟、新潟この辺、この辺、島ね、この辺。そうそう、行きましょう。世界、世界地図じゃ行きますね。消します。でも世界地図絶対書けないんですよ。てかあのね、最近ねアメリカがね2つに分かれてることね初めて知ったんですよ。初めてってかほんまにここ2年で知った。2年前かな。やばい、世界地図マジで書けなさそう。ちょっと待って、やばい、世界地図でちょっといきなりさなんかレベルが。日本からいきますね。じゃあ日本がまず、日本ちっちゃく書かないと多分書けなくなりますよね。めっちゃちっちゃく書こう。ちっちゃくかね、アラスカのことかな。そうです、そうです、アラスカです、アラスカのこと。あ、アラスカね、そうなんですよ、アラスカ。ちょっと待ってよです53歳、おばあちゃんじゃないけどこんにちは、こんにちは、じゅんいちさん、みかんの川さん、 お二人ともはじめまして、ありがとうございます。コメントいただきます、いただきます、いただきます、いただきます。Q さんも出れますか？嘘。見て、これちっちゃい日本。九州、あ、沖縄もちょっと入れとく。沖縄。あれなんかさ、もっと右か、もうちょっと右に書こう。はい、日本です。はじめまして、ジュンイチさんはじめまして、マスクさんもマスクさん来たこと。とありますかね。マスクさんちょっとなんか聞いたことあるかも。来てくれはったかな。こんにちは、こんにちは、はじめましての人。今日本地図書いてます。じゃ あのテロップ出した方がいいかな。向いてる配信、世界地図、地図に挑戦。見えますか。本当だ、 Q さんも出れますかね。でもね多分ね、これでね世界地図かけなさにね、多分皆さんびっくりしますよ。クックの段、 SKE さんは6までだよ。クックも言えます、クックも。よし、まずオーストラリア、オーストラリア、ホニテがサンドの飯より好きなので釣られてきました。ありがとうございます、純一さん。でもねポニーテルで、ね、後ろねちゃんと負けてないんですよ。しかも後ろのね、このね、この辺がね出すやつ、出すやつじゃないですか、こう崩すじゃないですか、その
それするのも忘れててちょっと今汚いんですけど、そうでも嬉しい、ありがとうございます。今地図書いてます。これオーストラリアで、あやばい、書くスペースやばいですねこれ。これがこっちがハワイで、こっちがハワイじゃなくて、こっちがハワイで、こっちが何でしたっけ、ハワイじゃなくてグアム、え、グアムってこんな感じじゃなかったっけ。ハワイはここですよね。エアーズロック聞いたことある。オーストラリアですか。エアーズロック聞いたことあるね。こっからが問題なんですよこっからがね、アメリカ、まずアメリカ、アメリカ、ロシア、え、ロシアってこっちか、ロシアこっちですよね。カナダ、え、カナダってアメリカですか。アメリカとカナダ違うっけ。え、やばいやばいやばいえ、ねえねえねえ、海外行ったことあるの。海外はハワイと香港とシンガポールあります。ハワイ、そう、ハワイ楽しかった。ママと2人で行ったり家族で行ったり楽しいです、ハワイ。分からへんえ、こっち、でもね一個だけ、カナダはカナダという国、じゃあこの辺ですかね。え、てかここってつながってましたっけ、このさ、こことここ、うん、やばい分からへん。あ、分かった、じゃあ北極と南極北極と南極、カナダはアメリカの上、こんな感じじゃ、なんかやばいんですけどいきなりクオリティ下がるんですけどワクワクドキドキ感、だいたい頭の中で把握してるのが分かる。いやでもね、社会じゃないや、何、世界地図はほんまに多分やばいんですよ。で、あの、私が言いたかったのが、ここにアメリカあって、なんかここにもアメリカあるみたいな感じですよね。違いますか。なんかさ、分かれてるじゃないですか、アラスカっていうところ、さっき教えてくれはった。こんばんは、佐藤健さん、ありがとうございます。またお邪魔します、ありがとうございます。どんどんお邪魔してください12時間乗らないって外国と言わないよ。ヘホですか。北アメリカ大陸、アラスカが左、ここですか。アラスカで、こっちがなんか普通のとこ、普通のとこなんていうんですか、大きいとこ、合ってると思う、合ってますか。いやまあそんな感じ、じゃあ北アメリカ大陸、 OK、 北アメリカ大陸で、え、ここってつながってるんですかね、ここ。え、こっちマジで分からへん。でもね、ここに地理があることは分かる、なんかこんなやつえ、あ、やばい、ちょっと待ってちっさこんなんでしたっけ、なんか違いますよね多分あれ、なんかこれどんなんでしたっけ、え、違いますよね。でも地理はこんなんなんですよ、地理はね、なんかね、ギザギザなんですよ多分。ちょっとここ飛ばそう、はい、次こっち、あ、やばい、こっちも分からへん。でもインドがこの辺、インド、ブラジルの滑らか感いや、ブラジルってこの辺ですか。じゃあ、え、ブラジルってこの辺ちゃいますか、あれ、やばい分からへん。え、ロシア中、え、なんか多分この辺、これってロシアかな、ロシアがあって、で、なんかちょっと出てる、インドから行くかな、でも大したもんだよ。名古屋弁でそんなことあらすかっていうのがある。インドから行くか、インドちょっと消しました一旦、こんな感じで、ここに香港とかシンガポールとかがあって、で分からんけど、まあインド多分インドこの辺
で、これちなみに南極ですよ、南極で、難しいな。これアパルトヘイトとかあるとこですね。アパルトヘイトっていう言葉がなんかパッと今頭に浮かんだ。なんかテレビで前やってました。で、あ、やばい、この辺マジで分からへん。え、こんなんでしたっけ日本地図って。あー、やばい、全然分からへん。政治はやめてね。政治の話になるんですかね。ごめんなさい、あんまり知ってる言葉を言っちゃうと政治の話言ってるんですかね。ごめんなさい。こんな感じ。え、ブラジルこの辺ですか。じゃあで、ここになんかさ、イギリスみたいな、こんな、イギリス、ギリシャ、ギリシャ、これ違う。で、え、なんかこの辺やばいですよね。え、このさ、ドイツとかってこの辺ですか。なんかもう一個大陸ありましたっけ。あれ、え、こんな感じ。なんか日本めちゃくちゃ孤立してません、この日本地図。もっと上になんかあるんかな。なんかでもこんなやつありますよね。ん、なんかこういうさ、上から降ってきたみたいな、そんな感じ。合ってますか。そう、でも日本地図よりだいぶクオリティが。だってどう考えてもね、なんかおかしいんですよ。絶対合格してモメトノバムメチャとかんだモバメ取るから、え、嬉しいですよ。嬉しいですね。モバメを配信できる立場と言いますか、合格したいですね。グリーンランドはいずこや。グリーンランド、これですか。これギリシャですかね。日本地図あるかな、取ってこようかな。日本地図ちょっと取ってきていいですか。日本地図じゃないや、ここまでかけたらすごいと思う。ちょっと待ってください。え、取ってきてもいいですか。多分地図、あ、地図帳ある気がする。で地図帳取ってきますね。ちょっと待って、ちょっとフェードアウトしたい。ちょっと待ってください。いてててて、ちょっと待って。ありました、よいしょ、あった、あったんですけど、ちょっと待って、よいしょ、見てくれ、あ、待って。よいしょ、汗かいた。ありました、よいしょ。通帳に名前書いてないか気ぃつけて。ちょっと待ってくださいね。書いてるけど見えないとこに書いてるんで多分大丈夫です。うん、大丈夫。地図帳、日本地図から。大体合ってた。あ、佐賀ですね、これ。佐賀、佐賀が言いたかったんですよ、佐賀。でも大体やってるかも。やった、上出来ですね。次、じゃあ世界地図。全然違うんですけど。なんかまず日本の上にもいっぱい国がありました。ちょっと待って、もうちょっとなんか見やすいやつないかな。なんかちっちゃいやつ探してるんですけどね、ちっちゃいやつがなかなかないんですよ。ちっちゃいやつ、あ、この辺かな。ちょっと待ってくださいね。ちっちゃいやつ、ちっちゃい世界地図が見たいんですけど、これ見えますか。このなんか余計な文字いっぱい、見てください、これとこれ。
分ね分かったんですよ。なんかね日本の上にもねロシアがあった。ロシアが日本の上にもこうねもっとねこうでした。こうこうやったで、でなんかこっちもいっぱいしこんな感じでした。なんかロシアがもっとこの辺まであって、てかねここがねここが変やったんですよ。これが問題のここですよ。なんかもっとこうでこうでした。あやっぱめちゃくちゃ汚くなった。えなんかこんな感じでした。しかもね私びっくりしたことがオーストラリアもっとでかい。なんか気をつけて。何用ですかね。なんかやばいですか。太平洋広かったね。太平洋ってどこでしたっけ。太平洋ってどこですか。あしかもここにいっぱいねあのあれやこれ何でしたっけ、あのバナナの国、バナナの国何でしたっけ、バナナ、フィンランド、フィンランドってどこですかね。でもインドは合ってました。インド、あでももっとこうか。これ何でしたっけ、バナナの国、マレーシアかな。えでもハワイやってた。花丸あフィリピン、それです。フィリピン、台湾はこの辺ですかね。フィリピンかインドネシア、東南アジアかな。フィリピン、バナナ、フィリピン、アスピリン。佐藤健さん、そ待って、これはソーダちゃん以来のキタイマックス。ほんまですか、やった。算数、あなんかみんなと算数解くとかしますか、楽しそうちゃいますか、どうですか。53番ちゃんの卒業公演まで見えてきましたよ。えー、いやとんでもないよ。もうまず入るとこからですよ。いてて、て必要なパーツは揃ってるから OK。 この言い方、言い方が俺は馬としか、馬としか予想以上にできる子ですか。やった。地図、日本地図と世界地図以外に何か書いて面白くなるやつありますかね。何かありますか。何かあるかな。消していいですか。消しますね、消しますね。そうこれでもなか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 ちゃいますか。なかなか消しますね。ここの企画めっちゃいい、いい武器あるじゃん。いやそうさっき日本地図バーって言ってくださった方がいてめちゃくちゃ助かりました。いい感じに楽しくできてますよ。やった。剣の形いいですね。じゃあ剣の形いけましょう。あスクショ消しちゃった。剣の形いきましょう。スクショしてごめんなさい消しちゃった。じゃあ大阪府、大阪府、じゃあ剣言ってください。変えていきますね。大阪府、まず大阪府、どんどん言ってください。大阪、大阪は多分なんかちょっと出てて、でここが多分ねなんかこんな感じで、大阪、大阪どうですか。大阪、大阪、他の県もどんどんください。かけるかな。大分県、大分県、大分県は大分県は、え大分県ちょっと怪しい。なんかえなんかさ大分県やばい、関空
いたけん、なんかさ、でもこんな感じでコブありますよね。どんなんやっけ。え、やばいやばい、めっちゃ気になる。大分県コブあるんですよ絶対。こんな感じ見ていいですか。答え合わせしよう。大分県、うわー2個じゃなかった。これでした。これ見えるかな。ちょっと違いましたね。残念。大分県アウト。大分県バツ。大阪は正解でいいかな。大阪大体合ってますよね多分。もっとでも多分こうでしたね。サヤエンドウ？サヤエンドウは枝豆みたいになっちゃった。形が熊本だったね。もし関空書いた。神奈川県、神奈川県は、神奈川県はなんかあのこうカニみたいな感じですよね多分。よいしょ、足しびれてきた。神奈川県なんか日本出てるんですよ。ちょっとやばいかも。なんかちょっとやばくなっちゃった。でもこんな感じなんですよ多分。神奈川県なんかさこんな感じ出てません。なんかなんか神奈川県どうですか。青鬼に出てきそう。怖いですか。これ大分だ。まあまあやばいですねこれ。なんかキャラクターみたい。そうです、甲羅正解です。形が熊本だと惜しい。正解です。パチパチパチ。まさか日本地図かけるがここまで広がってね。ありがとうございます。もうコメントでめちゃくちゃ助かりました。握手会で来るから覚えてね。もちろん覚えてますよ。柿の木のある家さん覚えてますよ。コメントくださる方とか、あの特にあと推薦コメントくださってる方も絶対覚えてますからね。なんか投げてくれはる方も見てるんですけど、コメントいただけたり推薦コメントいただいた方は特に覚えやすいです。そう、神奈川、あと何言ったっけ。名古屋、名古屋じゃない、愛知県。愛知県はこれサヤエンド。サヤエンド。で、愛知は簡単。愛知県。ちょっと待って、なんかさ想像以上にやばい。ちょっと待ってくださいね。なんかさ想像、頭でイメージしてるのとね書いたやつが全然違うんですよ。なんでや。愛知県ちょっと違う。わかりますよ。握手会、これでこれ TBS のゼロポジスタッフさん見てくれないかな。そんなとんでもないよ。ゼロポジって何ですか。握手会、握手会来てください。そう、握手会できるようになればねいいんですけどね。神奈川県は握手会で来るようになる。本ですか。神奈川、神奈川やばいですねこれ。神奈川の正解は、あ、なんかもうちょっと丸いですね神奈川。イメージできてるだけすごい。ほんまですか。愛知県こんな感じのイメージやったんですけど、なんかさ、やいびつだけど合格。合格セーフ、セーフですか。愛知県あった。神奈川もうちょっとなんかこの辺にこうピンピン出てました。
こうピュンピュン愛知は、愛知もあんまできてません。愛知県が出てこない。あ、愛知もう、あの愛知県さ、こっちですね。なんか変や、ちょっと愛知県、はい、次次行きましょう。 SK さんの番組なんですか、ごめんなさい、勉強不足でした。いろんな企画してはるんですね。どうですか、形が熊本だったね。そう他何言ってましたっけ。宮城県、宮城県、宮城はリアス式海岸なんかこんなギザギザで、あれなんか、え、宮城、じゃあそれ仙台や、え、仙台って宮城でしたっけ。ん、宮城と宮崎、宮崎、いや宮城ですよね、宮城って仙台ですよね、これこんなん違うっけ、見よ、あ、合ってる、こんな感じ。宮城県リアス式海岸を知ってるとは。そうなんですよ。あとは自分がいるところに印を売ってるよ、神奈川、それすごいみたいになっちゃった充電か、充電器つながないとやばいかも。神奈川と似てますね、確かに。全然、あ、もっとなんか縦長でしたね。なるほど。次徳島ですか。 OK さん、はじめましてかな、はじめまして、コメントありがとうございます。徳島、徳島書きますね。徳島は、徳島どうですか徳島、え、うまくない、徳島が一番似てるかも。大阪も似てるかな、どうですかなんか暗い、どうですか意外といい感じですかね。勉強できるこのペンの持ち方ってあるんですかこうやってどうですかそう、こんな感じで。桜島、よく言えばなんて読むんですかね、屋久島、いつみ、いつ、なん、いつみじゃないですよね、なんやろ、いつみ半島、屋久島はこの丸ですよね、屋久島って。桜島噴火してるとこ、え、分からへん、分かんないです、こんな感じ。イエーイどうですか、これ大分が何が一番やばいですかね。再編動画でも一番うまいと思うんですよ大分、うん。じゃあ次のお題いきましょう。消しますね、消しますよ、消しますね。 OK、何がいいですかね。キャラクターとかいいんかな、いいアピールになる企画ですか。よかった、言ってくださってありがとうございます。そう、お題出してくださったのでね、すごい救われてます。どこもすぐ分かりますか。次何ありますかね。日本地図以外で、日本地図以外とか、日本それ以外で
なんか書くやつでなんか面白いのありますかね。やばすごい順位というか、あのなんていうの、口切りの順位まで後のポイントがすごい差が縮まりました。ありがとうございます、嬉しい。すごい、何がありますかね、他何があるかな、何やろう、それかなんかキャラクターあかんかな。もう5時だよ、5時20分まで大丈夫です。5時20分までします。5時20分までです。ありがとうございます、時間。そう、何にしますか、何書きますか、じゃあ次。なんか調べようかな、フリップ盛り上がるとかで。動物かな、一旦動物描きますか。何がいいやろ、何がいいかな、フリップ問題。パンダ、パンダ。パンダ。ライオン？ライオン難しいかも。ちょっとライオンやばいですね。ちょっと待って、ライオンやばい。ライオン。ちょっと待ってくださいね。ライオンって、あ、英語にします。英語いいですね。英語シリーズいきますか。パンダってでも英語でなんて言うの。ライオン。ライオン？キリンって難しくない？歴史上の人物？歴史上の人物か。難しくないですか？調べ方がわかんない。調べるのちょっと待ってね。ライオン。アルパカ？アルパカ難しい。出て。足しびれてくるんですよ、こうずっと座ってたら。カバ、難しいですね皆さん。あ、じゃあ書いて英語で言うっていう企画にしますか。よくないですか。そうしよう。じゃあ動物のフリテロップ何にしたらいいですかね。これエインコに挑戦。オッケー。ライオン。かわいい。球団もあるし、これはバレる。バレる？お絵かき配信とか？これで。こんばんは、桃稲さん、こんばんは。今、お絵かきと英語で言うっていうクイズしてます。ごめんなさい。テロップ変えちゃった。ごめんなさい。さとけさん、せっかく言ってくださってない。トラはタイガー。あ、球団もあるしってそういうことですか。トラはタイガーで、なんか見えますかね。なんか猫みたいになっちゃうんですけど猫ですね。タイガー、タイガー、パンダ、ライオン、アルパカ。アルパカ？
ちょっとアルパカやば、アルパカアルパカもっとたよこうほんなのんとした顔ですかね。アルパカ、アルパカアルパカの綴りわかんないです。アルパカどうですか、アルパカこれアルパカこんな感じの顔ちゃいますか。ちょっと可愛すぎるますかね。羊かなって、羊ウェンさん、ラクダ、ウェンさん始めましたかな、ありがとうございます。はい、パンダ、ライオン、トラ、タイ、待って、ここに釣れたかもアルパカどうですか。アルパカ可愛い、アルパカ可愛いですかアルパカこんな感じかな。雰囲気わかる、わかりますかね。猫、猫っぽいですよね。そう、羊、羊っぽいですか。じゃあ次行きますね。消していいですか、消していいですか、消せますよ。アルパカ、え、合ってるやん、見てください、合ってるんですけど、イエーイ、すごい勘が。消しますね、右側だけ消そう。次、さすがです、できる子で、やってくれば、できる子ですかね。やった。身長どのぐらいですか。メロンパンさん、はじめましてですかね、合ってますか。155センチです。すごっ155センチ、20歳の大学生です。大阪です。53番です。よかったらフォローぴょっと押してまた来てください。この配信もゆっくり見ていただけたら嬉しいなと思います。というわけで続きいきます。すごいね、今日ね、いろんな方がね見てくださっててね、ほんまに今日夜もしたかったんですよ。ほんまに最悪なんですよね。カバ、ヒポーちゃいます、ヒポなんか、ちょっと待って、カバやばい、ん、ヒッポーこんな綴りですかね、なんか違いますよね。カバカバ伝わりますか、カバ、カバ、カバカバ、うん、155ですか、そうです、小4の時と同じ身長ですか。カバだ、カバです、カバ、ヒッポーみたいな、ヒッポーみたいな名前ちゃいましたっけ。すごい、カバかわいいですか。なんかあれみたいですね、うがい薬のキャラクターみたいですねお絵かきスクショして待ち受けにします。ほんまですか、嬉しい、待ち受けにしてください。やった。じゃああと3つぐらいかける欄あるので、ヒポポタマスか、ヒポポタマス、ヒポポタマスやばい、あと10分しかない、悲しい、もっと配信したい。ラクダ、ウェンさんラクダ言ってくださってるんで、ラクダ書きますね。じゃあラクダの正面の顔ってめちゃくちゃ難しくないですか。ラクダ、ちょっとほんで寒くなってきたので、ちょっと冷房切りますね。そう、冷房つけてたんですよ、見てください、冷房寒くなってきた。ムーミンに見えますか。確かにうがい薬ね、うがい薬茶色くなったらね、ゾウ、何でしたっけ、ラクダ、ラクダの正面、ラクダ、ラクダ、ラクダってさ、ラクダ、ラクダ、あ、わかったかも、ラクダ、ラクダ、ラクダ難しい、ラクダ難しいですよね。なんかね、シルエットまで行ったんですけどね、こっからどう、
なんかすごいなんか寂しそうな顔になっちゃったんですけど、ちょっと待ってくださいね。ラクダ目でかいですよね。でもちょっといきなりやばい。ラクダちょっとやばいですねこれ。軽くホラーなんですけど。ラクダ、ラクダこれやばくない？ラクダってでも英語でなんて言うんやろ。ラクダはラクダなんですかね。ラクダラクダこれやばくないですか。25度、馬かな。25度。そうなんですよ。そう、暑くて冷房つけてたんですよね。ラク、多分ね、馬やったらね、馬は馬は英語でホープ？ホープって違うか、ホープ。アリア社長、ラクダに初めて会ったのは水戸黄門だよ。そうなんですか。上の子がびっくりした。これがこうってことですか。こっちラクダ、ラクダこれやばいですね。ちょっとキャメル、キャメルって言うんですか。ラクダかわいい。キャメルなんですって、ね、なんですってって、なんか日本語変化。キャメルってめっちゃ、あ、キャメル色とかの、キャメルってめっちゃかわいい名前ですね。キャメルやって、それは平和。キャメルやって、キャメル色って言いますもんね。うんうん。タヌキ、あと一つ二つぐらいかけるかな。ホープは希望。でもさ、 HOPE がさ、ホープ希望とかの意味ちゃいます。 HOOP もあれなんですか、どうなんやろ。正しいキャメルって言うもんね。惜しい。ホースや、ホースか、ホープじゃないですね。ホースか、ホースは、え、綴り、ホース、ホース、え、 HOOSE かな、難しい。ちょっと英語ちょっと軽装。ラクダに、馬書いたな。タヌキ、ゾウとタヌキかなと書いてない。ゾウは簡単かも。ちょっとなんか鼻が可愛くない。ゾウ難しいかも意外と。なんかさ、顔がさ変になる。全然可愛くならないんですけど。ゾウどうですか。ゾウ、ゾウはエレファント。エレファント、エレファントってこんな通りでしたっけ。 P は入ってますよね多分。どうですかエレファント。かわいいですかね。あとタヌキ、タヌキ、やばい、パンダと一緒になる。タヌキ、タヌキってどんなん。タヌキなんかすごい、なんかさ目がさラクダみたいになっちゃったんですけど。
タヌキ、なんかさキャラクターに出てきそう。全然可愛くないんですけど。あ、すごいことになった。なんかすごいです。無難にうまい。うまいですか。可愛いです。ほんまですか。あ、めっちゃついちゃった。すごい、3359人の方見てください。タヌキ可愛い。タヌキ、さやねえの後継いでほしい。さやねえさんの後なんか、いやいやいや、もう恐れ多いですね。どうですかね。なんかね、でも絵心あるね。ほんまですか。なんかでもさ、どれもなんか中途半端ちゃいますか。消していいですか。消していいですかね。お腹なった。お腹すいた。消しますね。消しますよ。いいですか。生誕 T シャツってそんな気早いですよ。ちょっとアルパカマークかけたから、アルパカのおこそ。やばい、言ってる間に20分になっちゃいますね。動物ビスケットって感じ。ウェンさん。そうなんですよ。でもウサギとかやったら描きやすくないですか。でもウサギとか描くときもうね、こうやって描いちゃうんですよ。こうやってもうウサギ、ウサギとクマとかも、もうクマ。こんな感じ。ウサギとクマ、男の子の絵とか。男の子。働いてるの？大学生です。大学生ですよ。女の子。とか。楽しみ広がるのね。そうなれたらいいんですけどね。不安ばっかりです。よし、スクショ完了。よかった、ありがとうございます。そう、お絵かき意外と皆さんと会話弾みましたね。たぬきかわいい。絵心のね。あ、カウントもありがとうございます。はなちびさんかな。カウントありがとうございます。そう、すごく、わ、ギフト投げてくださってる方、純一さん、そのどうも、正月さん、お花なんかいっぱいいいねとか、お花もいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい今あれやった。何ですか、あの、何やっけ、あの甲子園球場のあのウグイス城みたいになっちゃった。変える変える。ちょっとね、次ね、予定が、予定というか用事があって、もうそろそろ切らないといけないので、じゃあ最後にカエル描いて終わろうかな。カエルで締めるっていう。なんとも不思議な感じなんですけど、カエル、カエル難しい、手こずる。カエルって意外と難しいですね。なんかさ、ね、もっとちっちゃく描いたいんかな。なんかさ、すごく悲しそうなカエルね。時間だね。ね、そうなんですよ、例えが。エツミーランドかいやんですけど、カエル。カエルどうですか。サトケンさん、カウントありがとうございます。かわいい、かわいい。カエルです。カエルは美味しい。カエルだけに。じゃあ次の配信は明日の、6時半ぐらいかな。うん、6時半かな。6時半ぐらいになると思います。
です。朝、いや夜ですよ。明日朝できないので。へえ、めっちゃ声出た。めっちゃ声出た。そうなんですか。ポニーテール配信大成功よね。ポニーテールですごいいろんな方来てくださって嬉しかったです。ポニーテール、そう、どうでしたかポニーテール。またしよっかなポニーテール。すごい皆さん好評、なんか褒めてくださって嬉しかったんで、あんまストレートじゃない方がいい感じかな、うん、かなって思ったんで、巻いたりしたいなと思いました。勉強になった。かわいいです。とんでもないです。ありがとうございます。素晴らしい、やった。ありがとうございます。グッサンさん楽しかった、ほんまですか、嬉しい。楽しかったって言ってくださるのほんまに嬉しいんですけど。嬉しいです、ほんまに。多分6時半ちょっと前後する可能性だいぶあるんですけど、それぐらいに1回と1回晩ご飯時間挟んでから10時までマックスできるの、10時までしようかなと思ってますね。ラストスパート明日からあと3日しかないんで、そう、皆さんとねもっと楽しい時間を過ごせたらなと思います。残りの日も頑張ってね。ありがとうございますね。本当夜勤なんですか、大変ね。ちょっとね、めちゃくちゃ、うーん、もし時間あったら見てください。ちょっとだけでも覗いてくださいね。頑張ろう、頑張ります。よかったね、よかったです。残業で来れなかった先にごめんしとく。いやいや、もう全然、もう来れなかったよね。関西弁あんま出ないね。そうなんですよ、なんかね緊張して全然出ないんですよ。そう、出てます。なんかがっつり出ないんですよ。緊張したりこうしゃ、なんか配信ってなったらあんまり出ないって。そうなんですよね。じゃあ次の配信はもっとリラックスして関西弁が出せるようにしたいので、もう一回また来てください。やってます。じゃあ切ろっかな。時間もちょうど25分になったんで、よし、ありがとうございます。敬語ないと寝ないよね。そう、お初、今来たとこや、今切るとこなんですよ。ノーブロックさん、お疲れ様、ありがとうございました。そう、明日の6時半前後から配信するので、よかったら来てください。今日はそう、お絵かきしてました。そう、どうしよう。ありがとうございます。よし、じゃあ切ろっかな。ありがとうございました。よかったらフォローピャッと押して、もう一回次の配信も来てくださったら嬉しいなと思います。そう、推薦コメントもねくださった方、今言い張るかな。そう、昨日ね通知来たんですよ。ありがとうございました。じゃあおやすみなさい。ずっと今日ね夜できないんで早いんですけど、おやすみなさい。またね、ありがとうございます。今日はありがとう、お疲れ様、ありがとうございます。バイバーイ、またね、バイバーイ、切りますよ、バイバーイ。届かへん。